北海道中央バス、千歳営業所北海道中央バス、千歳営業所は、北海道中央バスが、北海道千歳市青葉に町目16に設置する、バス事業部に属する営業所である。最寄り停留所は、青葉が丘南及び、朝日町7丁目。乗車券発売は、定期乗車券の予約取り次ぎのみ行う。1947年9月1日に、 千歳町本町2丁目に開設。1959年12月8日にバス乗り場を併設したターミナル施設を新築した。2004年4月1日、JR 千歳駅西口ターミナルビルペウレ千歳オープンにより、千歳ターミナルを廃止し、千歳駅前を起点とするなどの大幅改変が行われた。千歳ターミナル付近の路上には、 本町二丁目ホテル日光前停留所が置かれた。ターミナル廃止後も営業所機能は損置されたが、同年8月1日に、千歳車庫が置かれる現在地に移転した。2007年4月1日より一部路線を短絡整理の上、札幌第一観光バスへ運行管理を委託する。主に、千歳市内、郊外の一般路線を担当する。下記のほか他、営業所が、 主担当の路線を運行する場合や、下記路線を大営業所が運行する場合がある。2016年10月1日より、中央バス、千歳営業所、千歳総合観光バス、厚間バスの千歳市内一般路線にて、大幅な再編が行われている。運賃についても千歳駅前、または市民病院でバスを乗り継ぐ、さえの割引適用や、約1 3トル以内の短距離の、 実施運賃を100円とするなど、千歳主独自の施策が適用される。千歳駅前乗り場の詳細は、千歳ステーションプラザを参照。2020年12月1日現在、四国湖バス停に停車中の四国湖線のバス2014年2月、新千歳空港千歳駅前間、新千歳空港、エアカー5枚引く南千歳駅朝日町7丁目、千歳駅前共通経路。 大営業所が担当する新千歳空港、札幌市間の空港連絡バスについては、千歳線、新千歳空港連絡バスを参照されたい。ありがとうございます。